こんにちは。歴ショックです。今回は、三輪長秀死後も現代まで続く三輪氏のその後について紹介します。三輪長秀死後、後を継いだ嫡男の三輪長重は、豊臣秀吉によって次々と領地を没収され、一時は10分の1以下の規模にまで縮小させられてしまいます。さらに、関ヶ原の戦いでは、積極的に西軍についたわけではないものの、前田氏にはめられる形で改易処分とされ、三輪氏はついに、全領地を失うまで没落することとなりました。それでも長重は、徳川家とのつながりから早々に復帰を果たし、実直な働きが認められ、最終的には10万石の大名にまで復帰し、東北の雄藩として生き残ります。今回は、元寇、改易を繰り返しながら幕末まで生き残った三輪氏復活の歴史、実直な藩風が災いし、戊辰戦争での二本松少年隊の悲劇にもつながった三輪氏のその後について紹介します。北陸の大大名から4万石の少領主に転落し、改易まで追い込まれる。三輪長秀死後の三輪氏。織田信長の重臣、三輪長秀は、本能寺の変後に起きた山崎の戦い以降、織田家中の勢力争いでは常に羽柴秀吉に組みし、清洲会議後は、前々から領していた若狭一国の他に、坂本城など西近江も所領に加えていました。柴田勝家との戦い、賤ヶ岳の戦いでも羽柴方として参戦し、戦後には勝家の丘陵、越前北野庄を領し、与力の溝口秀勝、村上義明の加賀南部の領地も合わせ、60万石余りの大名となります。長秀は、本能寺の変後は、周囲からは秀吉の家臣扱いされていたものの、秀吉に反抗することはなく、徳川家康、織田信雄との戦い、小牧長久手の戦いでも羽柴軍に加わりますが、戦が終わった翌年の1585年に50歳で亡くなりました。長秀の後を継いだのが、当時14歳の嫡男、三輪長重で、長重は、信長の姪、慶法院を母に持ち、自身は信長の実の娘、法恩院を妻としており、織田家とも深いつながりを持つ人物です。14歳と若かったものの、賤ヶ岳の戦いには父と共に参陣し、小牧長久手の戦いでは父と離れ、自ら大将として三輪軍を率いて参戦しており、武将としてはすでに実績を積んでいました。家督継承とともに、秀吉からは羽柴の名字を与えられ、秀吉配下の大名として順調な滑り出しを見せていましたが、父の死の4ヶ月後に起きた越中のさっさなりまさ討伐から、長重の転落は始まります。長重はこの戦いで、軍令違反を理由に越前60万石の領地を召し上げられ、若狭一国12万3千石と、本能寺の変以前の領地に戻される仕打ちを受けました。さらに、村上義明、溝口秀勝ら与力、夏霞正家、戸田勝成ら多くの家臣が三輪家を去り、秀吉に仕えることとなり、長秀以来、織田家宿老として存在感を放っていた三輪氏は、一気に力を落とします。長重の悲劇はこれで終わらず、1587年の九州征伐でも家臣の軍律違反を咎められ、若狭一国の国持ち大名の地位すら取り上げられて、加賀末刀4万石の大名にまで転落しました。長重は領地も家臣も失いましたが、それでも秀吉に実直に仕え、小田原征伐では、まだ若い長重が一軍の将として軍勢を率いるのに感服した徳川家康が長重と吉見を通じ、徳川秀忠は長重と兄弟の契りを結んだとも言います。領地は減らされましたが、三輪氏には安土城の普請総奉行を務めた三輪長秀の築城術が健在で、長重は、朝鮮出兵では前線拠点の肥前名古屋城築城で活躍しました。こうした功績が認められ、1598年に上杉氏の丘陵、越後に移封された堀秀治の領地のうち、旧臣の村上義明が治めていた加賀小松城など計8万5千石を加増され、12万5千石の大名となり、国持ち大名並みの格に復帰します。同年に秀吉が亡くなると、五大老筆頭の家康は、前田利家死後に前田氏を継いだ前田利長討伐を画策し、前田氏と領地を接する長重に前田氏監視の密命を与えており、長重は家康寄りの勢力となりました。前田利長はその後、母、報酬院を差し出して家康に屈服し、家康の会津征伐にも北陸諸将を率いて参陣するように命じられます。
利長は北陸方面の大将として長重にも参陣を命じましたが、ここで長重の真面目な性格が災いすることとなります。長重は吉見を通じる家康から直接上杉攻めの指示がないことから、家康から前田監視の密命を受けたことを利長が恨みに思い、自分を討とうとしているのではと疑い、利長の要請を無視しました。結果、長重は家康の合図征伐に従わないこととなりますが、肝心の前田利長も石田三成挙兵の方に接して出陣を取りやめたため、この時点ではまだ長重の失点は少なく済んでいます。その後、前田利長は西軍の山口宗長の大小事情を攻めるなど東軍として活動しますが、長重は西軍に属していたわけではないため、前田軍は小松城を大きく迂回して進撃しており、長重も大小事情を救援することはありませんでした。しかしその帰路、前田軍は小松城の丹羽軍を挑発し、領内を蹂躙された長重は前田軍を追撃してしまい、長重は東軍の前田氏と交戦したという事実を作ってしまいます。これは日和見を決め込みたい利長が長重との戦のために美濃へ出向けないという理由作りのために行った工作とされており、長重は計らずも東軍の大勢力前田軍2万5000を加賀で足止めすることとなりました。前田氏の助力を得たい家康は利長、長重に講和を命じ、戦う意志のない長重は即座に従い、関ヶ原の戦い本戦の3週間前の8月22日には講和が成立します。その後、戦いを避けたい前田利長は、能登の領主である弟の前田利政が従わないという新たな理由を作り、結局関ヶ原の戦い本戦には参加せず、戦後、正式に和睦した長重と利長は、揃って家康の元へ参上します。しかし、長重は、一連の行動が西軍に属したものとみなされ、家康に面会を拒否されて改易処分とされてしまい、小松城は前田氏の領地とされました。こうして29歳の長重は父の死から15年後ついに領地をすべて失ってしまい、以降復活に向けて苦難の道を歩むこととなるのです。実直な働きぶりと築城技術を評価され、10万石の大名にまで復活を果たす。江戸時代以降の庭師改易は長重にとっては青天の霹靂でしたが、徳川家に全く敵意がなかったことは明らかで、翌年の1601年には家康から江戸に呼ばれ、大名並みの屋敷を作ることを許可され、江戸に移ります。もともと徳川家との親交があったからか、2年後の1603年には日立富戸に1万石を与えられ、早々に大名に復帰しました。同じく大名として復活する立花宗茂は、江戸に呼ばれ1万石の大名となったのが1606年なので、長重の復活が際立って早いのがわかります。大阪の陣にも兵数は少ないながらも参陣し、冬の陣の重野の戦いでは砦を占拠した上杉景勝隊と交代して、堀尾忠雄次隊と共に砦を死守する軍功を挙げました。夏の陣でも500の兵で東道高虎、井伊直隆らの軍勢に加わり、八尾の戦いでは東道隊が長宗我部盛親隊との戦いで苦戦しているところを救援し、天王寺の戦いでは毛利勝長隊と激闘を繰り広げました。こうした実績が評価され、家康死後の1617年には、立花宗茂、佐久間康政ら歴戦の武将と共に、将軍秀忠の御伽衆に任じられます。秀忠が長重を重用したのは、かねてからつながりがあったのに加え、長重の正室、宝温院が、秀忠の正室、郷といとこだったのも関係していたとされます。秀忠のお気に入りとなった長重は、1619年、48歳の時には、日立江戸崎1万石を加増され2万石。1621年には、立花宗茂が丘陵の地区の柳川に返り咲いた後を受けて、陸奥棚倉5万石に加増されます。改易により離散していた家臣も次々と帰参し、長重は父以来の築城術をもって、棚倉城の築城を開始しました。その最中の1627年、陸奥会津の賀茂氏が伊予松山に異邦になった後を受けて、会津に40万石で入った加藤義明と共に白川10万石に封じられ、所領は倍増となります。長重の抜擢は関東と欧州の境目にあたる重要拠点に堅固な城を築かせるためだったとされ、長重は1629年から3年の歳月をかけて白川城を築き上げました。
度重なる築城により丹羽氏の財政は逼迫していましたが、関ヶ原の戦いで改易されながら10万石の大名まで復活したのは長重と立花宗茂だけで、まさに自らの才覚で勝ち取った復活だったと言えます。長重は1637年66歳で亡くなり、後を側室のこの光重が継ぎました。光重は1643年に改易された会津藩主加藤明成の給料のうち石高は同じ10万石で日本松へ移封を命じられ、以降明治時代まで丹羽氏が日本松を統治します。光重も祖父父の築城術を受け継いでおり、日本松城を10万石の大名にふさわしい城へと大改修し、代々の丹羽氏の居城としました。光重の代に藩政は確立し、長重の時代の苦労から家臣を新規に召し抱える際は3年近くの使用期間を設けたほか、家臣の代替わりの際には石高を減らし活躍に応じて戻すといったシステムを取り入れたため、藩士も実直に働いたとされます。光重以降は嫡男の長継、弟の長行、その子の秀信と続きましたが、秀信には子ができませんでした。そこで丹羽長秀の六男で1500石の旗本になっていた丹羽長継の4代後の丹羽隆弘が秀信の妹の婿になる形で本家に養子入りし、丹羽長秀長重の血筋は受け継がれます。隆弘以降は直系で続いていき、たびたび飢饉に見舞われ、長重時代から続く財政難にも拍車がかかり、藩の運営は苦しくなっていったものの、生き延び丹羽長富長国親子の時代に動乱な幕末を迎えることとなります。戊辰戦争で武士の意地を貫き消滅の危機に立たされるも、現代まで子孫は続く。幕末以降の丹羽氏、1853年にベリーが来航し各地が慌ただしくなる中、藩主の丹羽長富は武士、農兵合わせて3000の軍隊を2年かけて訓練するなど軍政改革を進めますが、財政難の影響もあり装備は戦国時代とほぼ変わらなかったとされます。さらに江戸湾富津砲台の警備も任され、財政は火の車となり、とても新兵器を揃える余裕もない中、1864年には水戸藩尊攘派の天狗党の乱鎮圧に駆り出されました。初めて実戦を経験した藩は多くの藩士が反対する中、ゲベール銃80丁を買い入れるなど軍備改革に取り組みますが、借金してまで買ったゲベール銃も戊辰戦争の頃には旧式となってしまいます。その後京都の警備にまで駆り出され、領民からの徴税借金を重ね藩政をやりくりする中、1866年には丹羽長富が亡くなり嫡男の長国が後を継ぎ、翌年の1867年には徳川慶喜が大政奉還を行いました。年明けには鳥羽伏見の戦いが始まり旧幕府軍は敗れますが、以降の政局では日本松藩は仙台藩など東北諸藩と行動を共にします。当初は仙台藩などと共に新政府に属しており、後に朝敵にされた会津藩庄内藩赦免を目指す大上列藩同盟の初期メンバーとなり、東北の有力藩の一つとして活動しました。当時の日本松藩はかつて自らが築いた白川城の守備を任されており、仙台藩兵などと城に入っていましたが、会津藩兵が白川城に入ることが決まると一部の日本松藩兵以外は城を退去します。しかし残った日本松藩兵は会津藩に敵と間違えられ攻撃を受け、死傷を出しながら城を追われるという事件を起こされました。日本松藩は会津藩に軽んじられる格好となりましたが、それでも新政府軍に敵対することに決した列藩同盟側に組みし続け、会津仙台藩と共に白川城の守備に改めてつきます。白川城をめぐる戦いでは火力で勝る新政府軍に敗北し城を取られ、この後日本松藩兵を含めた同盟軍は白川城奪還を目指して新政府軍と戦うこととなりました。その間に枚方に上陸した新政府軍は棚倉城、岩木平城を落とし、同盟軍が白川奪還を諦め撤退した頃には三春藩も降伏させ日本松藩領の目前まで迫ります。白川方面をはじめ各地に兵を派遣して城を守る兵力が不足していた日本松藩では、出陣可能年齢を引き下げ13歳までの少年が出陣できるようになりました。彼らは不足する守備隊の補充に充てられ、
会津藩の別個体のように独立した部隊ではなかったものの、後に日本末少年隊と呼ばれるようになります。新政府軍を目の前にした日本末城内では、三輪長重以来の徳川家の恩というよりも、新政府軍に降伏しても、強大な会津藩との戦いの先陣にされるだけという理由もあり、新政府軍の降伏勧告を無視し、徹底抗戦する方針に決しました。二本松藩は、会津、庄内藩への義理は十分果たしていましたが、降伏してもしなくても滅びるのは同じ。死んで信念を貫くのみと、当初の方針を実直に貫き、時流を見て降伏するという選択肢を捨てます。この時、藩主の丹羽長国は、城を枕に討ち死にしようとしたものの、家老らに押し止められて、上杉氏の米沢へ脱出しています。そして、板垣退助率いる新政府軍の総攻撃を受け、200人以上の死者を出し城は落城。城外で戦っていて攻城戦に間に合わなかった藩兵は、会津、米沢へ逃亡し、二本松藩は崩壊しました。この戦いには、12歳の少年一人も含め、13歳から17歳の少年兵計62名も守備隊として参加し、14人が戦死、二本松少年隊の悲劇として語り継がれることとなります。この後、米沢へ逃れた丹羽長国は、米沢藩の降伏とともに新政府に降伏し、一旦は領地をすべて取り上げられました。長国には女子はいたものの、男子がいなかったため、婿養子に迎えた米沢藩主上杉成則の九男、丹羽長弘に改めて5万石が与えられ、領地半減の形で二本松藩は存続します。やがて、廃藩置県により二本松藩は消滅。丹羽家は家族令では子爵とされたものの、当主の丹羽長弘は1886年に跡継ぎを残さず亡くなり、同じ上杉氏出身の弟、長安が家督を継ぎました。長安も、丹羽長国の娘で、兄嫁の妹にあたる花子の婿養子となりましたが、跡継ぎを残さず1902年に33歳で亡くなり、元当主の長国が68歳で再び家督を継ぎます。そして、花子の姉にあたる久美子に、宇和島藩伊達家から丹羽長典を婿養子に迎え、長典は久美子との間に跡継ぎの光一を設けたため、女系ではあるものの、丹羽長秀以来の血筋は受け継がれました。光一の後は、この丹羽長利氏が継ぎ、長利氏は、元藩主の丹羽家当主として今でも二本松氏と交流を続けており、丹羽長秀の死去以降、明治維新に至るまで幾度となく危機に見舞われながらも、丹羽氏は現代まで名門大名家として続くこととなったのです。最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございました。参考文献は概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけると、チャンネル登録できます。ツイッター、ウェブサイトでも、たくさんの日本史情報を発信していますので、よかったらチェックしてみてくださいね。